今月の月刊 JFATV はいよいよ来月に迫った東京2020オリンピックに出場するなでしこジャパン高倉麻子監督と東京2020パラリンピックに出場する5人制サッカー日本代表高田聡監督を招き大会への意気込みを聞く。インタビュアーはフリーアナウンサーの日比野真理さんが務めます。まず高倉監督、なでしこジャパンは男子の U24 日本代表を含めると3競技の中で一番早くにグループステージ初戦カナダ戦を迎えますが、その初戦に向けて今の心境はいかがでしょうか。まあ、本当に先陣切って試合をやるっていうのはもちろん自覚はあるんですけれども、とにかく初戦に向かってやれることをやっていくっていうふうに思っているので、必要以上にみんなが注目してるっていうことは考えないで、はい、大事な1試合を大事に戦っていくというふうに思いながら、トレーニングをしています。そして高田監督、5人制サッカー日本代表初のパラリンピック出場で自国開催ですけれども、開幕に向けて監督ご自身は今どんな心境でいらっしゃいますか。はい、本当に監督も選手も、パラリンピック初出場で、おそらく、緊張しながら試合に入るんじゃないかなと思うんですけども、とにかくもう今早く試合がしたいという気分ですね。もうそれなりの準備を4年間かけて積み上げてやってきて、あとはさっき高倉監督もおっしゃってましたけど、いろんな、ね、プレッシャーが特に自国開催だから余計あるんじゃないかなと。日本だとやっぱりメディアの報道も違いますし、いろんな期待を背負ってしまうようにならないように、ちょっとこうリラックスさせながら、そこをこう楽しめるような感じで入れるように、コンディションだけはいい状態で、大会へ連れていけるようにしたいなと思ってます。初のパラリンピック出場となる5人制サッカー日本代表は5月に行われた大会で好成績を残した。グループステージでは世界ランキング首位のアルゼンチン代表相手にスコアレスドロー。参加5チームの中で最少の1失点という高い守備力を発揮して2勝2分けで初の決勝進出を果たした。守備面では大きな自信というのを手にされてるんじゃないですか。我々やっぱりストライカーがね、圧倒的なストライカーがいない中で、少ない得点で勝ち上がるにはまず守備から入って、守備からいい守備からいい攻撃を作るというところコンセプトを持って準備してきたんですけれども、そこの流れが非常にうまくいったなと。特に今回アジアのチームタイが1チームいたんですけど、あとは全部ヨーロッパ南米で、もう体格的にも大きくって、スペイン人、フランス人ものすごく大きくてですね、でアルゼンチンはパワーのある選手がいて、そのフィジカルとスピードのある相手にどう守るかっていうところをいろいろ準備をしてやってきて、本番前にちょうどいい時期だったんですけど、それを試したと。それが割とうまくいって、4試合通じて1失点ということで、あともう一個攻撃につながるようなこう高い位置の守備っていうのをこだわってやってたんですけども、それもうまくいったんで、ただ守ってるだけではなくて、攻撃のチャンスにつながる守備の仕方ができたかなというふうに思ってます。決勝戦ではアルゼンチン代表に0対2と敗れたものの、過去最高成績の4位を上回る準優勝という成績に終わりましたが、世界ランク首位のチームと日本代表の差っていうのはどこにあるとお感じになりましたか。一つはまずああいう大きい舞台での経験、要するに予選リーグ、グループリーグと決勝でやっぱり一つギアが上がるというところを、もうまざまざとやっぱ世界大会で決勝常連のアルゼンチンですね、ランキング1位なんで、そこと我々やっぱりチャレンジャーで一つずつこう、僕らにとって全て決勝戦みたいなイメージになってしまうんですけど、そこの経験の差っていうところと、あとはやっぱりストライカーが仕事しますね、そういう国は。高倉監督は5人制サッカーについてはどんなイメージがあって、高田さんに何か聞きたいことがあればぜひお話ししてほしいんですけど、今本当にお話伺って
早くオリンピックの試合やりたいっておっしゃった時点でチームの状態がすごくいいんだなっていうのを感じて、私はもうちょっと時間くださいと思ってるんで、最後の仕上げやるんでっていう感じなんで、本当に言葉の端々からチームのやり方含め選手と監督がやられたいことがこう共有できていて、またそれがこの間の、ワールドグランプリですよね、大会でそれが表現できたんだなっていうふうに思ったんですけど、今回の準優勝っていうのは、もちろん優勝を狙っていって、準優勝だったのか、それとも、自分たちがこう力を発揮する中でそこまでこうたどり着いたっていうのは どっちなんですかね。まず2019年の9月から試合1回もできてなかったんですよ、海外に行けなくて、でとにかくこれだけ長いか、毎年3ヶ月に1回ぐらいは海外に行って試合やってたんですけど、とにかく試合ができてなかったんで、紅白戦ぐらいしかできないと、なので大会前にはまず選手にもスタッフにもサッカー協会の人にも、もう全敗はもしかしてありますよと、これだけ試合があってない、想像がつかないことが起きる、でもそれは相手も同じなんで、我々としては相手の過去の映像を見たり戦い方を整理して、本番につながる戦い方を準備しましたと。これは今になってから初めて言うんですけど、多分監督だったら分かってくれると思うんですけど、こうただ勝ちに行っても難しいじゃないですか、はい、本番で勝てばいいんですよね、我々は、はい、極端に言うと。だからそこを試す最後のチャンスなんで、もう負けて批判されはないでしょうか、どこが通用してどこが通用しないかを評価できるのはこの大会しかないっていうのはまず大前提としてありました。その中で、これまでやっぱり世界と戦うためにどうすればチャンスがあるかっていうことを準備してきたことをこうだんだん磨いていって、大会に入ったっていうところです。あとは、試合日程が最初3日間あって1日オフで、でまた1日あって1日オフで決勝だったんですけど、パラリンピックと同じスケジュールだったんですよね、はい、だから最初の3試合で、勝ち点を6以上上げれば準決勝に行けるんで、そのシミュレーションをこうやるので、はい、もう1対0でもう勝てる状況になったらもうちょっとこういろいろやり方考えながらね、時間を稼いででも勝ちに行くよっていうことは選手に話をして、いろんな意味でシミュレーションがもうこうできた試合で、で決勝まで行って、勝ちには行ったんですけれども、勝つためにどういうことをやるかっていう試し方もできたので、なので、ただ全力で行って決勝まで行ったっていうふうにはちょっとも思ってなくて、ロジカルにタクティカルにこう準備をして行ったっていうところで、で最後に決定力の差でやっぱり負けたっていう感じなので、非常に本番につながるいい大会だったかなと思ってます。5人制サッカーの予選は8月29日から行われ、現在世界ランキング12位の5人制サッカー日本代表はパラリンピック4連覇中の強豪ブラジル代表、世界ランキング5位の中国代表、そして世界ランキング14位のフランス代表と予選を戦い、決勝は9月4日に行われる。上位2チームが準決勝に進めるわけなんですが、グループステージを勝ち抜くためにはもちろん全ての試合が重要視されると思いますけれども、高田監督、特にどの相手が、どの戦いがキーポイントになりますかって、どこも強そうなんですけれども、どんなところがポイントとお考えでしょうか。はい、もう本当にこの組み合わせ発表された時すごくですね、僕の周りみんなざわついてましてですね、もうブラジル中国って全部ベスト4に行ってですね、決勝準決勝行っているんですね、これまでパラリンピック死のグループに入りましたねとか、こういろんなお話いただくんですけども、全く気にしてないです、はっきり言って。でもう予選の何日目にいつ当たるって逆に分かった方が準備しやすいので、で、一番キーになるのは中国戦だと思ってます。ブラジルはやっぱり現時点での差っていうのは認めつつ、現実的な戦いをしようと思ってます。で、フランスは準備を怠らなければ、ミスがなければ勝つチャンスは大きいと思ってます。で、問題は中国で、これまでもう日本ブラインドサッカーの歴史上、ことごとく世界へ出るときに中国に負けて、アジア選手権でも準決勝で2対2まで行って、逆転したんだけど追いつかれて PK で負けたっていうところで、ただ本
当にもう若くてフィジカルもすごくてドリブルも上手くてもう本当にうまいチームなんですけれども、日本人がもう本当にありのようにくっついてって、相手を攻撃を防ぐとかね、そういうところをずっとやる、中国が一番嫌がる国だと思ってるんですよね。でそれをまあパラリンピックの本番で見せて、で東京でも予選で決着をつけて、2位まで入ればメダルの可能性は大きく広がると思ってるんで、なのでもうそこが本当に勝負かなと、もうこれまでのブラインドサッカー界すべて の期待が多分そこに詰まってくると思ってるんで。高倉さん伺ってどうですか、やっぱそういう勝負どころみたいなものはやっぱり監督の中ではこういくつかあるんですね、やっぱり。まあ本当に予選で今こうランキングや今のお話伺ってると、確かに強いとこと当たってね、大体あのメディアの皆さんって死の組って好きですよね。そうですね、大体何でも死の組って言うんですよね。つけがちですね。まあでも本当予選でやっといた方がその後、まあ、ちょっと逆側に行ったりするので、まあ、その話はよくわかるなと思いながら、本当先に、これが例えばブラジルだったらこれがナンバーワンのチームだなっていうことをまずチームが分かってスタートできるのはポジティブだと思いますし、まあ、地元開催ですから応援をたくさんいただいて、絶対にこうやれるなっていうふうに、ね、信じて戦うことが 大切だと思うので、まあ、本当に私も今 の監督がすごく、ね、高田監督が強気で発言されると私も引っ張られて、はい、そうやって戦っていきたいなというふうに思いました。5人制サッカー日本代表、そしてなでしこジャパンとともに本大会に出場する U24 日本代表、グループステージでは22日2大会連続出場となる南アフリカ代表、25日はロンドン大会金メダルのメキシコ代表、28日の最終戦は13回目の出場となるフランス代表と戦い、決勝は8月7日に行われる。6月はサムライブルー戦を含む3試合が行われた。サムライブルー戦には3対0と完敗するものの、初戦の南アフリカ代表を想定した U24 ガーナ代表戦では初めてオーバーエイジの選手を加え攻守両面が噛み合う戦いを見せて6対0の大差で勝利。その1週間後にはジャマイカ代表と対戦、本大会に臨む最終メンバー18名を発表する前に行われた最後の試合では立ち上がりから試合の主導権を握り、32分に久保選手のゴールで先制するとその後3点を追加。守備陣もジャマイカ代表の攻撃をシュート0本に抑え4対0と勝利し、6月シリーズ締めくくりの一戦を完勝で終えた。U24 日本の男子代表がありますけれども、それぞれちょっと高倉さんどんな印象をお持ちですか？本当に勢いのある若い選手がたくさんいるなっていうふうに、どの試合を見てもいろんな選手が我こそはで活躍する、まあ、年代的にも多分そうですし、オリンピックに対する思いが強くて、まあ、なんかやってやるっていうような気迫に満ちたチームだなっていうふうに思います。高田監督いかがでしょう？本当に各ポジションに才能のあるタレントがうまくこう揃っていて、期待できるというか、あといろんなサッカーのやり方がね、バリエーションを組めるんじゃないかなっていうユーティリティな選手も結構いると思うんで、非常に楽しみだと思ってます。あとオーバーエイジ、そこにオーバーエイジのね、こう経験のあるいい選手が入って、若い選手とこう融合しながら、またちょっと A 代表とは別のその可能性を見せてくれるんじゃないかなっていうふうに思ってます。もう非常に楽しみに応援したいと思ってます。1ヶ月のサッカーニュースを振り返る JFA マンスリーリポート6月編。6月、サムライブルーは FIFA ワールドカップカタール2022アジア二次予選の2試合を行った。7日はタジキスタン代表と対戦。すでに最終予選進出を決めているサムライブルーは予選で初の失点を喫するも、
南野拓実選手の7戦連続ゴールなどで4対1でタジキスタン代表に勝利した。15日はキルギス代表と対戦。オナイン・アド選手の前半でのハットトリックなどで5対1の勝利を収め、予選8試合を全勝で二次予選を終えた。天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会2回戦は多くのジャイアントキリングが起きた。9日は順天堂大学が FC 東京を延長戦の末2対1と下し、ホンダ FC は横浜 F ・マリノスを PK 戦で破り、 J3 の岩手グルージャ盛岡はベガルタ仙台を1対0の僅差で勝利した。16日には J3 のバンラーレ八戸が横浜 FC を2対1で下し、関西サッカーリーグ1部のおこしやす京都 AC がサンフレッチェ広島に5対1の大差で勝利し、3回戦進出を決めた。J1 勢4分の1となる5チームが初戦で姿を消すこととなった。前回大会優勝の川崎は PK 戦の末長野を破り、準優勝のガンバ大阪も関西学院大学を下している。浦和は富山に1対0で勝利し、福井ユナイテッド FC が3回戦進出を決めている。日の丸を背負い戦ってきた選手たちと、その姿に憧れ走り続けた子どもたち、指導者たちはその夢を育み、仲間たちがその背中を押してくれた。日本サッカーを作ってきた全ての人に感謝を込めて、さあ進もう未来へ。さて、続いてはなでしこジャパンについて高倉監督にお話を聞いていきたいと思いますけれども、はい、18日に代表メンバー発表が行われました。会見であのメンバー発表の当日朝まで悩んだとお話しされていましたが、今回のメンバー選考かなりあの悩まれて大変だったんではないですか。もう本当にね、各合宿ごとに私本当にいつも一生懸命こうメンバー選考して、その度にやっぱ決断しますけれども、まあやはりこの18人っていう人数は少なすぎるっていう風に悩みながら、本当にあの誰かにいつも突っ込みながら、少なすぎるわみたいないつもこう紙とかに向かって言ってたんですけど、まあ本当に選手層は本当に女子サッカーも熱くなって、本当一長一短で選手の良さって違うので、でまた本当にそれぞれの選手がもう本当に世界戦える武器は持っているので、その中から絞り込んでいくっていうのは今回はやはりあのちょっと本当に大変でしたね、はい、悩みました。あのその決断の前に6月にあのウクライナ代表メキシコ代表と、まあ、2試合を大差で勝利したんですけども、この試合を通じてチームの収穫そして課題、まあ、いろいろあったと思うんですが、どんなことがありましたか。はい、いろんな選手が結局結果を出してきたっていうことで、そうでしたね、選手個々の勝負強さも感じましたし、なんかプラスが多くていいのかこれでっていう、なんかますます悩むかみたいな、まあ、課題はあるんですよ間違いなく。だけど、はい、いいのかっていうふうに、まあね、あの皆さんからもっと強い相手っていうことも選手からも出てますけど、いやそんなにサッカーの試合は簡単じゃないから、それでも自分たちは成長してるっていうことに対しては、うん、別に自信を持ってもいいと思いますし、ただ簡単ではないってことはみんな間違いなく自覚をしているので、これで全然浮かれてるということはないので、プラスの要素を持ってこの合宿に入れたなというふうには思います。一方で課題というのはどんなところを今感じていらっしゃいますか。その個でやっぱり剥がされるシーンというのは出てくると思うので、まあ、その辺をどう潰していくかっていうのは、まあ、課題であり、
エラーが出た場合にはやはり対処法を、まあ、みんなで共有していくということになるとは思いますね。まあ、攻撃も同じでもう一歩足が出てくる相手により早い判断であったりコンビネーションであったり個の力量でやはりこう仕留めてくるっていう勝負強さを、はい、磨いていきたいと思います。なでしこジャパンのグループステージは21日に前回大会銅メダルのカナダ女子代表、24日に2回目の出場となるイギリス女子代表、27日に初の出場となるチリ女子代表と戦い、決勝は8月6日に行われる。グループステージその短期決戦になる、と思うんですが、勝ち抜くために必要となる要素どんなことだとお考えですか？初戦はとにかく大事ですよね。勝ち点は3取りたいと思いますし、まあ、そのためにも、まあ、やはり相手のパワースピードに慣れるまでの時間にやはり失点をしないっていうところは強調していかなければいけないと思いますし、それほど変化に富んでっていうチームは少ないので、まあ、その割と直線的な、まあ、サッカーに慣れてくれば、まあ、それを吸収することはできると思いますし、ボールが来た時の、まあ、クオリティっていうのをとにかく上げていきたいです。ボールを取りたくても取れないっていうふうに相手が思う中でしっかり得点できれば相手のその精神的なダメージも強いと思いますし、まあ、ボールを持った時っていうのはやっぱり一番のキーかなっていうふうに思いますね。まずあれですね、高田さん、準備をしながらなでしこジャパンの戦いを見ることになると思いますけれども、はい、楽しみにしてます。はい、一番最初でね、男子よりも多分先だと思うんですけど、うん、日本のサッカーがみんな注目してプレッシャーかかると思うんですけども、まあ、そんなのもう関係ないですから、関係ないといけないけど、もう集中して、はい、プレーするのも結果出せるのもチームだけなんで、本当に応援してます。ありがとうございます。楽しみです。とにかく勝ってね、なでしこが勝っていくとその後もずっと盛り上がって、はい、続きますから、我々もそのモチベーションに非常になりますので、はい、本当に応援していきたいと思ってます。もう2人ともしっかりメダルを、そうですね、はい、メダル取って祝勝会やりましょう。そうですね、ぜひ、はい、最後に各監督から応援してくださるサッカーファミリーに、まあ、大会にかける意気込みや決意などを聞かせていただきたいと思います。まず高田監督からお願いいたします。はい、まずこの東京開催のオリンピックパラリンピックに、アンダー24代表なでしこジャパン、そして我々5人制サッカーブラインドサッカー一緒にこうサッカーの競技として出れるということを非常にもう光栄に思っています。で、出る以上はやっぱりブラインドサッカーの選手たちが努力してきたこと、あるいはそれを支えてきた人たちのチームでもあるので、とにかくみんなが育てたチームだというふうに私は思って、そこにたまたま自分が今監督をやっているので、本当に皆さんと一緒に戦いたい、と思っています。皆さんが喜ぶ姿、要するに皆さんが日本代表だというふうに思って、試合を見ていただいて、一緒に喜び、一緒に悔しがりで、最後やっぱり勝って終わりたいなと思ってますんで、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。では高倉監督お願いします。はい、もう本当に今日はなかなかお話しする機会のない高田監督、ブラインドサッカーの監督の高田監督とお話しさせていただいて、本当に光栄だというふうに思いますし、昔はまあ女子も男子とはちょっとかけ離れているところが、今少しこうサムライブルーとアンダー24となでしこジャパンとっていうみんなで戦っていこうというところ、まあ、そこに本当にブラインドサッカーとかいろんなサッカーがあると思うんですけども、それもみんな仲間でみんなでやはりサッカーを盛り上げていく、小さな子どもの小さな大会も年配の方の大会も本当にその思いとかは一緒だと思うので、まあ代表というね立場で本当に今しかやることのできない素晴らしい選手たちを預かっているので、
まあ、私自身はなでしこの監督をこういうタイミングでやらせていただく中で、世界一を取ったなでしこジャパン、ロンドンで銀を取ったなでしこジャパンに本当に少しでも近づいていけるように、もう全てを注いで最後の1分1秒まで諦めずに戦っていきたいと思っているので、サッカーやってる全員でメダルを取りに行くという気持ちで、精一杯戦いたいと思いますので、皆さんに背中を押していただいて頑張っていきたいと思います。応援をぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。さあ今日はお二方、まあ、本当お忙しい中にこうやって集まっていただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。